仮設北口北口旧駅舎ホーム、荒井役島駅は、東京都中野区上高田5丁目にある、西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は、SS05。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム有効長は8両編成分である。当初は、島式ホーム1面2線だったが、後に、相対式ホームに改修されている。 ホームは旧カーブ上に立地している。下りホーム側に立地する駅舎に南口改札が、上りホーム側に直結して北口改札がある。北口は初電から上り終電までの営業である。各ホームは古線橋により連絡している。トイレは駅舎の改札内に立地するが、多機能トイレは併設されていない。旧カーブが続いており、 特に上り列車は1969年の古戦橋設置以降、ホームの乗客及び運転士からの見通しが非常に悪くなったため、以後必ず列車進入時に手前の踏切通過後に警笛を鳴らすしかし、40年以上続いた、この事例も将来地下化されることで解消される見込みである。 2011年8月に都市計画決定した中井の型間の連続立体交差事業案では、島式ホーム一面二線を有する地下駅となる予定である。これにより、当駅は現在の位置よりも北側へ移動し、地上からの深さは約15から16メートル、トンネル幅約16から17メートルを有する構造となる見込みである。 2014年1月から工事を着手している。東京都が2013年4月1日付で国土交通省から事業の認可を取得した時点では完了予定日を2021年3月31日としていたが事業に必要な用地の取得状況により2027年3月31日に延期された。 2020年度の1日平均乗降人員は16,423人であり、西武鉄道全92駅中47位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通りである。新井薬師入口駅南側に、新井薬師前駅停留所があるが、系統によって停車する場所が異なる。また、 中野駅業のみ停車する校舎専用の荒久島駅北口校舎上停留所が駅北側の東亜学園高等学校前に設置されている。国際工業バスと関東バスで共同運行を行う池11系統以外はすべて関東バスのみによって運行されている。以下で示す乗り場番号は関東バス公式サイト関東バスナビで表示されている。 便宜上の番号であり、実際の停留所には表記されていない。北の神社経由西部新宿線の南側を並行する東西の道路に設置されており、北の神社を経由する路線が発着する。乗り場1乗り場に中野五丁目経由西部新宿線の踏切を渡る南北の道路に設置されており、中野五丁目を経由する路線が発着する。乗り場3乗り場4中13は、 中野駅中野五丁目、新井久島駅北の神社、中野駅と循環する路線であるため、両方の停留所を経由する。以前は、東京駅北口、大田橋、新宿伊勢丹前、都島園、南田駐車庫、城北高校前、西武百貨店前など多くの行き先の路線が存在し、都営バス、西武バスなども乗り入れていた、交通の要であったが、順次廃止された。 ありがとうございます。